はい、どうも、こんにちは。こんにちは。今日もね、ゾーラの伝説、ムジュラの仮面やっていきたいと思います。ゾーラの伝説になってんだけど。とりあえず迷路やな。そうだね。ここまでとりあえず帰っては来たんで。帰ってくる途中もやっぱランデブーしてきたから。そう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 。ほう、俺と全然違うことやる感じやな。いや、さっき押したからちょっと引いてみようかなと思って。押してダメなら引いてみなって。そうそうそう。あれ、あれ、どうやって体当たりするのこれ。2回素早くパパッと押すんだ。てて。おー。もうそういうところまで俺知ってるから。これ一旦浮くのいらんのやけど。で、パパッと押した後にずっと B 押すね。あ、B か。うん。おー。上。あ、なんか上もなんかいけるじゃん。あー、なるほど。え？ちょっと一回下がってみる。あ、なんかある。みっけ、へへ。お金やろ、どうせ。まあでももう200ルピー預けてるから。そう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 。ええやん。ええやん。だから石をどないするかよ。次押すじゃあ。ヒュー。じゃあヒートも。あ。あ？え？そっちなんもない。本当に？なんもない？ここ。ええー。あ、いいじゃん。当たってんじゃないこれ。ほら。ん？引いてたやつ。あー。で、あ、お、クリア。一発やん。一発やん。セーブしとき。あ、すいません。セーブする。いけたよ。一発かよ。面白くねえな、おい。グラピカ左の法則やろうや。これ乗っていいんだよね、対流ね。乗ってんやろ。いい。乗らな。ヒューイ。え？会いたい。お、なんかおる。あ、なに？まあ、あれ、浮いたらええ。反対側、反対側。反対側、こっちやな。こっちやな。反対側もちゃんと見とこう。なんかアイテムがあるかもしれん。なんもないよ。なかったよ、ほら。俺、ダークソウル魂が刻まれてるから。あ、それあれやん、カッターで、いいや。え、上取れるくない？普通。上行ってる時に何か来たらどうするんよ。あ、そういうことね。めっちゃ戻されたやん。そういうことね。そういうことね。あ、なるほどね。やらしいですね。やらしい仕掛けですね、あれね。一回投げていいけど、一回カッター投げて、あれ。カットどうやって投げんの？ B 長押し。B 長押し、長押しな。地上について B 長押し。B、うん。で、うん、カットな、うん。で、特にな。何もないよ。別に地上歩いても行けるんちゃう？奥行きがあるから。いや、こっから潜って、これで行けるよ。まあまあ、そういうことやな。え、当たらんやな。なんか、なんもないのか。なんもないか。普通に通るだけか。で、これはでん。普通に上がるんじゃん。あ、押してる押してる。押してる押してる。押してんの？え？いや、絶対押してへんやろ。絶対押してへんやろ。びっくりした。そんな押せるわけないやんか。あれ？すげえ目の錯覚。今押してへんかった。押してへん、押してへん。なんか、前に出やがる。いやいやいや、ちょ、もう、ええから早い。ええや。押してへんって。押してる。押してる、押してるちゃうよ。びっくりしたやんけ。ええー、言って、今押してたって。いや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 。すげえ目の錯覚じゃん。怖っ。もう海賊の怒りのマークがあるね。うん。あー、そういう感じな。まあまあまあ、ゆっくり行って。そう、ゆっくり行ったらいいけど。これ上がられへんの。どこに？右、すぐ上がれ。あ、なんか宝箱あるやん。あるやん。どうせお金でしょ？ほんとに。上がれへん。もうここはダンジョン。鍵とかありそう。あ、お金やった。あ、お金やった。鍵あらへんけど。地図もないしな。あ、確かに。うん。あっこの樽はなんかありそうやな。壊しとくか。あ！ハートの器のかけら？なんだこれ。開けれるの。あ、たー！ Z 押してみ、Z。Z。長押し。あ、ないな。さっきチャットがなんかキルキルってなっとったから、あれがあるかなと思ったけど。あ、なんだ。いた！ん？ゴロンか。ああ！天才か。うん。壊されへんやつは大体ゴロンって壊せるから。
確かに。ほらほらほら。あらま。まあでもなんか、なんかあれ。なんかで開けれるんだろうけど。そりゃ、買い、無理やって。いやいや、押せれてないからな。いやいや、なんか、亀裂入ってるから。じゃあなんかあれやん、こう。あるなぁ。踏むやつがあるから、多分もう一個踏むやつがあるはずや。あれ、連動スイッチやろ。うん。だから踏むやつがもう一個あるはずや。ちょ、後ろ向いてみ。うん、そこの、あれ、樽壊し。樽壊そうか。魔力欲しいねんけど。ああ、魔力な。うわ、金しかねえ。マジここ金しかねえじゃん。まあ、海賊団のアジトですから。おいおい。いや、マジ金じゃん。まあ、金はな、あるに越したことはないから。確かに。あってくもらんか。あるやん。あるボタン。あ、あるやん。で、うんで、開いた。あ。通いかな。あ弓矢がいるな。でビビリやんけ。お、弓矢。お、弓矢。ラッキー。弓ゲッチやな。かけらやな。あと一個やな。うん、お、あと一個か。うん。街にあるやつまだ取ってないもんね。街にあるやつだっけ、あったっけ。あるある。で？で、弓矢手に入れたから。弓矢やな、これは。リンク。魔力がゼロなんやけど。な。リンクに戻って。弓矢構えて、オカリナいらんや、とりあえず。オカリナいらん。で、カン。ああ、そこが開くね。どこ開いた、どこ開いた、どこ開いた。そこそこ、そこそこ。あれか。で、ゾーラに変わってやな。ああ、なるほどね。わかったわかった。じゃあ、これ多分時間制限やね。もう終わったやん、早っ。これ時間制限。なるほどな。任しとけ。いくで、うん、はい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 。いや、降りろ降りろ、バカ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 。いける、まだいける、まだいけるよ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 。いけるだろうな。いけるできるだ。ギリギリや。セーブしよう、セーブしよう。で、あー、ちょっと次難しいな。マジ？ゆうなちゃんからしたら難しいかもしれへんな。えぇ？あっこが。下、お？なんかある。あ、魔力ちゃうか？魔力くれよ、そろそろ。魔力で、あれちゃん。え？うん？おいおい。魔力の色したルピモータ。いらへんよ。そこはあれで行くしかないよ。もう、ぴょんぴょん丸。ぴょんぴょん丸？うん。上ジャンプせないかんの。あ、上からでもいけ、あ、いけるな。いけたな。普通にいけましたわ。角怖いからってちょっと止まるんやめる。ダークソウル。ダークソウルの癖が。そんなやったことないやろ。癖つくほどやったことないやろ。はい、次、どこが開くんや？あー。あー、それが。え？あー、で、弓矢か。あー。で？弓矢王者どうなるやん次。あ、痛い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 、急になんか並んで。これも時間差ない。時間差やった。時間、うん。で、え、あ、こわ。おお。乗ってだ。あー、そういうことね。なるほどな。あの間通るよな、普通な。な、弓矢通るよな、普通な。俺やったらいける。普通は通るけど多分通られへんのやろな。で、これで、あ、ずれた。これは難しいぞ。お、いった。並んでもよかったんか。もう並んでもよかったよな。まあええやん、そう言うなよ。まだ上がある。うん、まあいっか。いや、時間があるの結構きつない。弓矢結構ドロップしてるから、やっぱり弓矢いるんやな。ね、ちょっとゆうなさんには厳しいっすよ。ね、でくな、でく、でくのみ。わ、しかもなんか閉まってるやん。
まあ、基本的にでもこいつよな。基本ゾーラリンクやな。うん。ゾーラ弓使えや。なんかある。あ、上に行きすぎたら刺さってたんだ。ダークソウルやん。ダークソウルやん。おお。え？え？勝手に動いてる、勝手に動いてる。あ？そういうふうに生きようと。ああ。え？まあセーブしとき。まあセーブしよう。ああ、まだ弓あったな。あった？まだ。あった。この真正面奥あったで。ほらほら。正面。ああ。ちょっととりあえずどうなるか見るか。うん。あー、パン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 って。ああ、わかったわかった。お？え？あれ同士が触れ合ったら爆発するみたいやわ。よし。で、下が開いた。あ、そこ、あえ？いや、はしご、ああ、いけるんや。で？で？お？もうちょっとわからへんな。うん。ん？どこに出た？あれやんか、一番最初の。ああ、上に出たんか。はい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 。で、そこ。生きれんかったとこやな。うん。こっちなんかあるんかな。あ？お、それがなん、うん、俺が弓矢で撃っとったところ。ああ。なんもないんちゃう。なんもないんちゃう。なんもないっす。うん、なんかまた当てゲームやな。多分こいつらが遊んどんやろまたね。そういうこと。今日の見張り決めようぜって。あ、今日の見張り。うん。この船の巡回のな。お、来た。ああ。あ、この上まで行かなあかんわけやな。これ一人ずつ弓矢で殺していったやんな。なあ。そんなな。これはどっちで行くのがいいんだろう。とりあえず中央やな。うん。あかんか、あれ。あー。あー、こう、あー、えー、あ、こっからやり直してくれるんや。優しい。優しい。思ったわ、一個。何？ゴロンでバーってなっちゃう。私も思ったんだよな。足も思った。まあ、外周から攻めるのもいいかもしれない。お、いい感じ、いい感じ。まあ、ちょっと待ってな。お、今いけるんちゃう？今、あ、いかれへん。お、いける。いけると思ったー。くっそ。一回、一回らして、一回らして。はい。これ、これあれちゃう。音で気づけよ。え？これなんかない？俺ずっと思っとったよ、これ。なんかあるんちゃうって。これなんの？これなんもない。なんもない。なあ。なんだ？だってここ人影一つもないやん。あ、確かに。え？あ、いけたやん。あ、ちゃうんか、この上か。一個上だけど、一応入ってみようよ。何そこ。何そこ。待って、積んで、ちょ待って、積んでるやん、これ。なんでまた違うとこ直線するよ。なんでまた積んでたやん、今の積んでたやん。なんで渡したのね。積んでたやん、今の。いやでもこの方法が一番硬いんちゃう？多分ね、あっちから、最初の入り口から攻めるのは間違いやと思うよな。今下に3人おった。ああ。ゴロンになって、とりあえず。バーっとな。いけるんちゃう？上から助走つけてバーン行ったら。いや、今中央のやつがこっち見てる。セーフやん。セーフじゃん。あ、でもこの方法でいけるんじゃん。いけるな。うん。割といけるな。うん。あいつら耳聞こえねえぞ。うん。ガバガバだな。うん。
いけるいける。今いけるんちゃう？いや、本当に。下、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 下がダメ、下がダメ。おい。まだか、無理か。まだ、まだ下がやべ。下が二人。で、あいつ多分こっち向くやろ、次。うん、中央のやつかな。で、あの中央のやつが、いやむずいな、ちょっとパスパスゴロの操作はもうソーマが神がかってる。ピオロンかな。はい、ぬるげー。あ、めっちゃ楽やん。なにそれ。なんだよ、弓矢でいけるんじゃん。急にぬるけ、あ、立った。いける。いけるぞ。めっちゃぬるけじゃん。え？え？飛び道具使えたん？なんで死なんの？嘘でしょ。この上のやつはでも気をつけやなかった。あー、後ろ向いた瞬間に弓矢撃つ？うん、そうやな。今パッと言って無理かな。無理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 。すぐ見つかる。すぐ見つかれた。慎重に行こう。ここから、うん、ここから慎重に行こう。手が見えそうで見えない。どこまで来るあいつ。真後ろついていってもまあええ感じか。で振り返りそうになったらパッて弓矢撃てば、うん、どういう動きするんですか。あ、一周回る感じね。じゃあその辺で気絶させればいいんだ、うん、あで、あと走ればいい。いける、いけ気絶させずにそのまま行った。その後ろになんかあったー。オッケー、ありがとう。ありがとう。ありがとう。あながち、ゴロン、間違いじゃなかったけど、間違いじゃねえな。正解は弓矢だったな。あ、なにえ ?8。え、偵察隊とか ?8?8 の巣。あれ、落とせか。うんうん。待ちかねたよ。お、うん、それで残りの卵は見つかったのかい？お、いえ、それがまだ。うん。何やってんだい？なんだったったい？海賊様が盗んだお宝なくしちまったなんて人に聞かれたら大笑いされるよ。ですが、アベール様。あたいらが海蛇の奴らに襲われた海は変な霧が発生していて、おだまりだからゾーラだって手が出せないんだろ。確かにな、うん、それはそう。卵がなくなってゾーラたちだって今頃は生な、ちまなこになって探してるはず。なんて言おうとした今、ちなみに。なんて言おうとした。生チコって。生チコ、生チコ、生チコ。急がないとゾーラたちに先を越されるよ。ちっちゃいことは気にするなって言っとけ。じゃあ卵は今ここに4つ。4つ、うん。残りの3つの卵を海蛇の野郎に食われる前に早く探し出すんだよ。ここには4つあるのね。うん、わかりました。お待ち。何、若しく若しくしてくれるの。ゾーラの卵はね、あの沖に浮かぶ竜神雲の唯一の手がかりなんだよ。はあ。あの変な仮面をかぶったやつの言うことが本当なら。おお、サルキット。おお。竜神雲の中の神殿に眠っているお宝を手に入れれば、騙されてないか大丈夫か、あたいらは一生遊んで暮らせるんだよ。へえ。なるほど。だから気合い入れて探しな。わかりました。
なるほどね。じゃあ今回はここまでにしましょうか。はい、多分あの蜂の巣落とすんじゃない？落とすんだろうな、うん。落としてパニックに刺して、その缶に卵を、ゲッチュ。かな？かな？っていうノリだよね、多分ね。うん、じゃあ次回。はい、どこだこれ。どこって言えばいいのかな、海賊の部屋、部屋になるのかな、グレートベイ近郊海賊団の部屋。潜入しましょうか。はい。はい、ということで。ご視聴してくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ほなねー。それじゃあ、またね。